コロサイの信徒への手紙は、新約聖書中の一書。伝統的に、首都パウロが、コロサイの共同体へ当てて書いたものであるとされるが、近代以降異論もある。コロサイ人への手紙、コロサイ書とも。コロサイに起こっていたシンクレティズムの問題に対して、キリスト論を述べた後で、過ちを指摘し、愛の実践に励むようにと書かれた手紙である。 コリントンの信徒への手紙1などと同じように、コロサイの信徒への手紙も対象となった共同体の特定の状況に対する問い合わせに、パウロが答える形で書かれている。コロサイにおける主要な問題は誤ったシンクレティズムに関するものである。偽哲学思想や禁欲主義をキリスト教に取り込もうとする人々に対して警告している。パウロは、 キリスト教にとって必要なものはすべてイエスの中にあると述べ、そのあがないの意義を強調する。新月と暗息日という表現をユダヤ教由来のものを固守しようとしていた人々がいたことを示唆している。本書館は神学的考察と実践的な進めの二部構成になっている。一章から二章にかけての神学的考察の部分では、 例において頭であるキリストの神聖のうちにあって完全なものとなることを妨げている者たちへ警告を行っている。共同体の頭であるキリストのうちに一つでありさえすればそれ以上のものは何も必要ないと著者は言う。なお一章15から20節は原始キリスト教教会に留付していたキリスト参加である。実践的な進めの部分では信仰生活においてすべきこと。 なすべきでないことを解説する。さらに上にあるものを求め、古い自分に死んで、新しい自分を生きることを示し、シンクレティズムキリスト教ではないイエスキリストと、その父なる神のみを信仰する生き方を提示する。3章18節以下は、家庭訓になっており、妻と夫、子と親、奴隷と主人の間での訓戒が記されている。4章7節によれば、ティキコは、 本書の運び手であり、パウロが手紙で伝えきれなかったことを人々に伝えるという使命を負っている。またフィレモンへの手紙における、中心人物であるオネシモが再登場し、ティキコの同行者となっている。書簡の最後でパウロはラオディキアへ送った手紙について言及している。義書であるラオディキアの信徒への手紙は、この記述に基づいて書かれたと考えられている。 全体的に本書は、フィレモンへの手紙と、エフェソの信徒への手紙の中間に位置する書簡であると、言える。聖書学者、レイモンド・ブラウンは、新約聖書概論の中で、現代の聖書学者の60%は、本書がパウロ本人によって書かれたことを否定している。という。確かに文体や、言葉遣い、パウロらしい思想が見られないことなどから、本書の著者が、 パウロ本人でないと考えるものは多い。具体的に、テモテ、エパフラス、フィレモンという著者説がある。その一方で細かい違いを認めつつも、それでもパウロが書いたものであり、人間である以上著作の内容やスタイルにばらつきは、起こりうるという立場を取る学者たちもいる。パウロとフィレモンとオネシモ、エフェソ書、オネシモ著者説バートリー・アーマン、つまり京子役、 キリスト教成立の謎を解く、カシワ房、2010、P147 パウロとフィレモンと、おネシモ、この最初、エフェソ書、誰が書いたのか、ありがとうございます。